ネクサスシェーンゴールズ。ダンス&ボーカルユニットです。はい、先ほど披露させていただいた曲はジュエルさんの前へというカバー曲でした。今日が初披露なんですけど、皆さんどうでしたか？ありがとうございます。はい、この曲はですね、半年ぐらい前から実はね、温めてて、今日はこうやって皆さんの前で披露することができて本当に嬉しく思います。そして今日はですね、この可愛らしい楽曲に合わせて、なんとシャイガールズ史上初全員がスカートを履いて登場ということだったんですが、わあ、よかった。ちょっとね、ドキドキしてたんですけども、そう、これにはテーマがあるんですよね。そうです、はい、じゃあせーの、ユニバに行く JK っていう地味ハロウィンです。地味ハロウィンです。そうですね、はい。みんなはさ、ほんまにコスプレしてユニバ行ったことある？ある。何した？テントウムシ。テントウムシ。高校の時にテントウムシやったな。あの羽を背負う感じの形のやつで、こうやって、そう、でも似合いそうなんですよ。私はユニバーに仮装したことはないんですけど、あのダンスのコンテストでテントウムシじゃなくてハチ、ミツバチ、触覚と何これ、羽背負ってバリバリ踊るっていうのはやったことあります。いいわ。私は囚人、あの捕まる人ですね、囚人と、あと高校の時の体操服を着てユニバーサルに遊びに行きました。楽しそう。しかもちゃんと緑色を身につけて行きました。カラー緑やった。はい、インスタ持っとった。そう、インスタ持ってる、持ってます。はい、なんか今日はね、他のアーティストさんがすごい素敵な仮装をして登場されてる方がいらっしゃったんですけど、私たちはこの地味な感じの感じですけども、ハロウィンも楽しみつつ、今日はモーフェス最後まで一緒に楽しんでいけたらなと思ってます。はい、それでは聴いてください、花火。Thank you.
ではここでシャインガールズから告知をさせていただきます、はい、私たち来週の土曜日10月の24日に神戸のラピスホールさんにて開催されるラピスフェスティバル2020というイベントに出演させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは重要動員公演となっているんですけれども、はい、チケットの方が残りわずかとなっています、はい、動画チケットも、動画じゃない配信チケットかもありますので、ぜひ皆さんこの日は、応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その詳細はですね、オフィシャルツイッターをチェックしていただけたらなと思います。あと3人の個人の、ツイッターのアカウントもありますので、ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私たちシャインガールズは TikTok を始めました。はい、でね、日曜日はいつもメンバー3人の動画を上げていて、もう去年上がってるんで、よければシャインガールズ0092と検索していただいたら出てきますので見てみてください。お願いします。お願いします。はい、そしてですね、 YouTube もあります。YouTuber ですね、私たち。はい、私たちのファーストシングルスーパースターの PV が公開されています。それ以外にも最近だったらお料理した動画がね載ってますので、そちらもシャインガールズオフィシャルと検索していただくと出てきますので、よければ見てみてください。お願いします。お願いします。はい、それではラスト2曲聴いてください。はい、次に披露させていただくのはハピネスさんのジューシーラブという曲です。Oh, that's a nice, nice.
僕らは叶えてみた手を伸ばせば空にだって触れるんだいつの日もどこかで女神は笑うイメージに乗って新しい星を探しに行こう待ちなさいします、はい、そして今日はアーティストレイだったり今日限定の缶バッジが販売されるみたいなのでぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。待ってます。待ってます。以上シャイガールズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おおきに。ありがとう。持って帰ります